片手大人天国、宮川勝のバカバカ90分。サタデー大人天国、宮川勝のバカバカ90分。番宣みたいですけど、本編です、今日は、バカバカベストセレクション録音でーす。わー、やったー嬉しいでーす。まあ、僕はちょっと芝居をやってる本番中でございまして、今これはオンエア聞いてる人は、3時半だと思うんですけどね。僕まだ舞台上に立ってる時間なので、これありえない録音、させていただきました。この公演があるたびにこの録音を持って、バカバカベストセレクション、これまでの大バカ野郎どものエピソードを、もう一度今一度振り返ることができるという、まあ、公演があるとこういうことができるので、宮川もっと公演やれよというリスナーの方々のメールもたくさん、届いております。それ嬉しいのが大複雑な心境でありますけれども、ということでスタジオの中にはですね、いつも電話受けをしている 0.3 メガさんとかですね、作家の 0.3 メガさん、そして千葉さんとかもお越しいただいてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。秘密の多い2人。そしてスタジオの中の寺さんの目の前には、こう合格不合格ならボタンもありませんし、プロデューサーの石垣さんも走り回ることなく、次これ繋いで、次これ繋いでとかっていう、株式マーケットのような、あの感じも全然ない。だからもう今どこかいつでに立っている。なんといういい加減な、我々も。オペレーターもいないし。そうですね。そうですよ。非常にいい感じですよ。電話かけなくていいです。そうだ、今日は電話かけなくていいです、皆さん。あ、宮川だ、声だ、今日テーマ何？かけなきゃ、いらないです。今日はいつもね、参加しなきゃいけないというふうに、使命感に追われて参加してくださってる方々も、まあ、作家の 0.3 メガ君たち、電話受けで忙しいスタッフの皆さんも含め、慰安旅行みたいなもんですね。今日逆に俺たちがこう楽しませていただくというですね、過去の自分たちの放送を聞く、かなりナルシス放送というような感じになっております。一つを楽しみに。録音ではありますけれども、今日はまあでも、天気良くて良かったですよね。わかんない。わかんないよ。週末なのに、あいにくのお天気でちょっと残念でしたよね。両方言っとけば、聞いた人が、どっちか選んで編集して自分で正しいあるべき放送を自分で組み立てるようにしてください。さあ、というわけで今日は、パカパカベストセレクションですよ。すごい。だから週に1回あなたもなんかバカを吐き出してスッキリしようとかそういうのもない。今日は吐き出すチャンスがないということで言えば、皆さんにはちょっと申し訳ないような節はありますが、吐き出したバカをまとめて、腹いっぱい平らげることで、あ、世の中にはバカがいるんだなと、俺もまだまだバカ度を極めてはいないと、まともな人間だった、そういう自信を持っていただきたい、そういう回でございます。大好評のあの企画参りましょう。一級保存版第5回バカバカベストセレクションをお送りします。これ過去、ここ半年間の総集編をやろうということです。5月3日の放送でパカパカ90分もなんと放送100回迎えました。誰にも何も祝ってもらえずにどっかで作業してた青美さんが、あの100回なの、あんの先言えよバカ石垣が、なんか言って、じゃその辺に余ってるなんか腐りかけのせんべいでもちょっと持ってってやるかみたいな、そういう感じで僕ら祝われたっていう思い出がありましたけれども、今日は、その次の101回目、ここでここ半年間の総集編をやっちゃおうというわけです。番組に寄せられたあの話をもう一回聞きたいというリスナーの皆さんからのリクエストをもとに、超ド級のバカエピソードベスト10をカウントダウン形式で発表しています。すごいですよね。今回は特に面白いらしい。なるほど、それは期待だな。で、ちょっとここで、まあ、せっかくね、まあ、普段はこう放送中は俺ら会話することはできない作家の 0.3 メガとか千葉くんとかもいるじゃないですか。ちょっとじゃあ今ここで聞いてみますけど、あなた方が一押しのね、マークをつけてるわけですよね。あなた方の一押しマークをつけたものは、どうなんですかね、このベスト10の中に、
入ってきてるこう確率っていうのは打率はどうなんでしょうね。3割いやいやいや、まあ結構そなんか野球に置き換えてる打率がいいよな感じしてけどダメなんじゃないの3割じゃコンパクトにコンパクトにミートするしミートするヒットヒットヒットでヒットヒットでダメなんじゃん。一押しされてるのにドカーンが出ることもあるしね。どうなのズラの目が飛んでる。まあ、俺より、まあ、なんつうか、いいかな、みたいな。うるさいよ何言ってんだよ。わけわかんない。じゃあ、この機会に、ちょっと、あ、まあいいや、後で聞きますわ。あのね、リスナーのみんなに、こう、せっかくだからリクエストをね、電話取ってる身としては、電話を繋いで話を受け答えしてる俺たちの身としては、実はこういうことをね、リスナーに伝えときたいんだよ、みたいな、普段の鬱憤みたいなものとか、切なる思い、願いみたいな、これを機会に伝えられるチャンスですから、じゃあ、金ならずコツだね。金ならずコツとかね。うん。あと単純に君らが迷惑してること、こういうことやめてくださいとかね。うん。あとオペレーターナンパするのやめてとかね。なんか宮川出せって言ってる人が実はいるんですけどとか、まあいろいろ電波に乗らないような苦情はたくさんあると思うんですけども、そういったこと後で聞きますのでですね。まとめといていただいて、後で伺えれば番組のバックステージも、垣間見ることができていいのではないでしょうか。というわけで、2年もやってるとバカリスナーのレベルのアップもとてもすごいです。我々がどんどん刺激を求めてですね、こう、あらぬ方向に、もう、面白いものを面白いと感じない不感症になっていることもちょっと危惧してはおるんですけれども、バカ濃度はどんどん濃くなっています。ベストセレクションを、この100回、放送を終えた後にやるわけですから、笑えないなんていうことはまずありえない。特に、今回はとってもつぶよりというふうに聞いてますので、まあ、大数触りの人がつぶよりっていうのは、本当につぶよりかどうか疑問ではありますが、今日はそういう、ベストセレクション、お楽しみに。今日はそういうわけなので電話ファックスメールの恋恋はありません、送ってくれてもまあ後で俺たちがほーんと鼻くそほじりながら読むぐらいにしかなりません。なお今日はリクエストをいただいた方の中から抽選で10名様に番組特製オリジナルクオカードをプレゼントいたします。発表は番組のエンディングでするのでお楽しみに。1曲聴いておきましょう。ボアサインウィアでした、ね、ボアといってもスタジオアルタの隣の喫茶店の名前じゃないです言わなくていいです。そんなこと分かってます。TBS ラジオお送りしている宮川勝のバカバカ90分、まずはこちら参りましょう。発表、バカバカベストセレクション。どんな話が選ばれているのかは私も知りません。これ結構楽しみです。一回聞いた話なんですけども、本当に面白い話はやっぱり何度聞いても笑えてしまうこれでも喋ってんのは出演してる人じゃないですか。俺ら聞いてる側なんだけど、そのテープを聞いて笑うこともある意味ナルシストなんですかね人の話なのかどっちなのか分かんないですけど、何しろ楽しみですよ。さあこの時間では10位から8位までの発表、どんな話が選ばれたんでしょうか。早速聞いてみよう。第10位。第10位は2月22日オンエア、病院で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム足立区のジェニファーさんのこんなお話です。もしも
もし。お名前は？あ、足立区のジェニファです。ジェニファー、いくつですか？34、5です。微妙にぼかしたね。はい。微妙にぼかしたね。はい。どっちかなんでしょ？私が妊娠中に、はい、あの、産婦人科に通ったことなん、通った時の話なんですけども、うんうんうん、宮川さん妊娠したことないですよね。ないよ。で、産婦人科っていうのは、うんうん、受付したら、紙コップもらって、うん、検尿を、おしっこを、検査室に持ってかなきゃいけないんですよ。で、私、その日も、うん、自然の流れで、うん、そのおしっこを持って、検査室に行ったら、うんうん、廊下で、偶然、高校時代の友人に会ったんですよ。あ、男の人？いや、女の人。それで、うん、卒業以来だったから、うん、もう、すごい懐かしくって、結婚したことも知らなかったんで、うんうん、もう、妊婦がダーッと並んでる廊下の真ん中で、うん、2人でももう、盛り上がっちゃって喋ってたんですよね。なるほど。それで夢中になってたんですよね、多分興奮して、うんうん、持ってたコップ飲んじゃったんです。You win! レーティング向きですね。レーティング向きですよ。話短くて破壊力抜群。ありがとうございます。とてつもなく面白いですよ。とにかくね、あなたのエピソードで一本芝居書いたことありますもん。あ、そうですか。あ、そう。とにかくぬるいんです。あ、そう。酸っぱいんです。酸っぱいんだ。はい。それはまあ妊婦だからなのかもわかりませんね。第9位。第9位は3月15日オンエア、癖で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム小心者さんのこんなお話です。もしもし。お名前は？小心者です。あ、小心者くんね。はい。何歳ですか？32歳です。はい。何がどうしてどうなった？高校の頃の話なんですけども、うんうん、芸能人に憧れまして、うん、劇団なんとかとかそういうのに入ったんですよ。はあはあ。で、自分ちょっといつも目上の人とか初対面の人と話するとき、うん、すいませんってこう先に一言言葉がついちゃうんですよ。すいませんって言ったんですよ、うんうんうん、そういう癖があったんで、うん、でいつもそこは最初におはようございますって入ってって、うん、出席のハンコを事務所で押してもらうんですね、うんうんうん、でその事務所の先生の中で一人すごいうるさいおばちゃんがいて、うん、すいませんおはようございますとかって言うと、うん、すいませんはいらないでしょうと、あとおはようございますはもっと大きい声で言わなきゃ芸能界では通用しないわよみたいな感じで。なるほど、言われるんです、ね、芸能界の基本だ、おはようございますって言えば、はい、うん、それなんでこのおばちゃんが当番でこうに反抗するときは嫌だなと思ってたら、その日はそうだったんですね、行ったときが、うんうん、行ったらその口うるさいおばちゃんがいたんで、うん、うわ嫌だなと思いながら、でもすいませんは最初に言っちゃダメだぞ、おはようございますは大きい声で言わなきゃと思って、もう意を決してでかい声で、うん、おはようございませんって言っちゃったんですよ。混ざってまして。そしたらもう、葛藤が、こうボタンを押さえてる人の葛藤が。You lose。な、今日何時に電話してきたわけ？はい。もっと、ええ、なんかもっと早くに出ろよ。早くに出ると、もう前半から結構さ、楽しい感じで、あいついつ倒されちゃうの負け。だってこう今、一日転換すらないからね。この子に及んで出てきたって。困るよ、君。おはようございませんじゃないよ。おはようございません。意味がわかんない。意味がわかんないよ。だってどういう意味なの、おはようございませんっていうの。早くないよと。俺の来るのは早くないよってこと言ってるわけ。確かに午後からだったんですけど。おはようございません、合ってんじゃん。そういうことね。なるほど。惜しいな。第8位。第8位は1月25日オンエア、先生と呼ばれる人なのに大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネームゴリラマチコさんのこんなお話です。もしもし。もしもし。お名前は？
ゴリラマツコです。ゴリラマツコ先生でいらっしゃいました。はい、そうです。おいくつですか？30歳です。30歳の先生、過去先生だったんです、ね、はい、そうです。何の先生だったんですか？ほぼしてました。あ、ほぼさんですか。はい、何がどうしてどうなった？ほぼしてる時に、うん、あの風邪で全身だるくて、うん、鼻は詰まってくるしひどかったので、うん、風邪薬をたまたま流しにあったコップ一杯の水と一緒に飲んで、うん、仕事に行ったんです、はい、でちょっとフラフラするし、うん、体は熱くなってきたのでちょっとまずいかなと思いながら、うん、あの気合を入れていって、うん、子供たちに、うん、お湯におしますと言ったところまでは覚えてるんです。おお。でその後、うん、気がつくと、うん、医務室で横になってたんです。ああ、先生も人の子ですよ。風邪には勝てんばい。全然勝てませんでした、うん、そうするとあの園長先生がいらして、うん、もう今日は疲れてるみたいだから、うん、家でも休んでいいよって言ってくれたんですね。なるほど、うんうん、で家で休んでいたら、うん、園長先生からまた電話があって、明日は医大に行くから、うん、精密検査を受けるから、うん、何も心配することは一切いらないから僕もついてってあげるから準備をしてくるよって言われたんです。え？明日医大に行くから？ええ、ちょっと検査をするって言われて。検査をする？ええ、精密検査を。え、なんで？いや、わかんないんですよ、私。はあ、はあ、はあ、はあ。風邪なのにと思いながら、まあ、経験ないからいいかなくらいで、はあ、はあ、なんかそんなことまで福利厚生でしてくれるのかにゃとか思って、ありがたい先生だな、ラッキーシマウマとか思って行ってみようと、そして医大に行って、うん、行ったところが、うん、精神内科だったんです。精神内科だった、で問診でも、はあ、悩みはないかとか、はあはあはあ、よく寝れるかとかって言うんですよ、はあ、はあはあはあ、だから、まあ、それなりにちょっと仕事も詰まってたからちょっと眠れない時もあるし、うん、ちょっと職場でも人間関係もちょっとあるかなくらいに話してたんですけど、うんうん、脳の CT スキャンは取られるしあと心電図とか挙句の果ては脳波まで取られちゃって、でその間にカーテンの向こうで園長先生が担当の先生に、うん、前日の私の記憶がない間の様子を事細かく話してまして、うん、なるほど、そこに何かが隠されていたんだ。すごいサスペンス映画の佳境に差し掛かってますよ今、お湯におしますって言った後に、うん、私だけサンバ踊ったり、あと挙句の果てはお昼ご飯の子供のお弁当を手づかみで食べちゃってたみたいな。ウィ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 酒を飲んでたんです。あっゃー、出たー、日本酒だ。で園長先生になんか一日診察に付き合ってもらったんで、謝んなきゃと思って待合室まで行ったら、園長先生が泣いてて、何もなくてよかったねって泣いてるんで、私もありがとうございます、ご心配かけて何もなくてよかったですって泣き合って泣いてて、その後何も言えずに職場では私は繊細な先生ということでみんなバックアップしてあげてくれというのが内々に伝わってたみたいで。なるほどね、面白いよ、面白いな、繊細な先生なのでみんなでバックアップしてくれ、つまりなんか壊れやすいから、なんかのボタンがピッと押されたことによってそうなっちゃったっていうふうに解釈されてたわけでしょ。これでも聞き直すとものすごい面白いけど、その聞いてるときは何これって笑っていい話なのっていう感じでしたよ、確かに。今思い出したけど、だって普通に考えてねえ、自分の子供の弁当がさ、ほぼさんが手づかみで、今日ね先生がね手づかみでね僕の弁当食べちゃったのって帰ってきてたら、なんだよそれってちょっとやっぱ出るとこ出ますからね、それは
それは笑いづらいですよ。まあでも本当に何にもなくてよかったねって泣いてる演者先生も気持ちはわかりますよね。面白かったな。いきなりのっけから面白いですね。コップの中身飲んじゃった妊婦さん酸っぱいんですよ、そしておはようございますあの着ボイスにしてほしいというリスナーの声もあった、はがきもあったというね、ご覧してほしいですよすいませんおはようございます、すいません言わなくていいのってあれだけ振ってたから、まあ、何なんでこんな振ってんだろう、何が来るんだろうって分かんなかったんだけど、読めないのに綺麗にすっごい面白いものが爆発するんですよ。おはようございますいや確かに午後だったんですけどっていうのも一応理にかなってるところが面白かったな。以上10位から8位まで。今ホール主催シュイクーニコリサイタル6月7日土曜午後6時練馬光が丘今ホールで開催。全席指定4000円チケットピアで発売中。ニコのパガニーニシュイクーの超絶技巧をお聞きください。お問い合わせは今ホール 03-3976-2000 番。 TBS アナウンサーの山田愛理です。子ども音楽コンクールの51年目がいよいよスタートしました。皆さんも歌や楽器の演奏をクラス・クラブ単位で発表してみませんか。詳しい申し込み方法は子ども音楽コンクールのホームページ www.tbs.co.jp/radio/子ども/をご覧ください。今年度も素敵な演奏に出会えることを楽しみにしています。宮川勝のパカパカ90分、ここで TBS ラジオ交通情報です。首都高速の6号線の下り箱崎ロータリーで事故処理が続いています。ワンボックスカーと乗用車の事故があったところで内回り銀座から35分、外回りも北の丸から混んで40分です。6号線上り箱崎では3キロ半20分です。それから7号線上り一ノ井でも乗用車の事故があり右側が通れず矢後駅からの渋滞です。
葉の京葉道路上りは貝塚トンネルの路肩で乗用車同士の事故が起きています。渋滞が4キロです。都内一般道路は昭和通り大手市横丁で工事が続き、海藻4丁目から内回りが3キロで35分、目白通りの下り豊玉北6丁目3キロで30分かかります。交通情報でした。ザ・バトルフィールド ZEST3 6月1日日曜日ゼップ東京で開催。終了級最強の格闘家は ZEST が決める。チケットはチケットピア他各プレイガイドで発売中。お問い合わせは www.zst.jp ZEST ホームページまで。ドリームジャンボ3億円、5月19日から発売。私は小さなレコードの浅見千一です。私のデビュー曲紙風船を聴いてください。あなたの手のひらで。安全は威力、ゆるみ止めナットの決定版ハードロックナット。今週は看護週間です。看護の心をみんなの心に、東洋羽毛は看護週間を応援します。今僕あの演劇の公演中なんですけれども、明日日曜日18日までやってますので、東京池袋にあります東京芸術劇場小ホール1での公演、よかったら見に来てください。昼間はちょっと混んでるかもわかんないんですけどね。あのね、東京芸術劇場って都が運営している劇場なので、消防法に非常に厳しいために補助席とかを出さないんですね。なんかねスカスカしてるみたいなんだけど、あでもこれ以上入れられないんだって、そういう状況なんですよ。厳しいので、もしですね、あ時間だけどっていう人は、確認して、夜は大丈夫だと思うんですけども、昼あの来ていただける方は確認してから来ていただいた方がいいかも分かりません。さて、メガ君、はい、なんか電話してる時に、あすいません5分後にかけ直してくださいっていう人がいたっていうところまで聞いたんだけど、はい、それ何電話で参加してきてくれた人。そうなんですよ、この番組でもちょいちょい出る、海翔那さんという、はいはい、いますね、海翔那さんがいます、はいはい、で、あの方が宮川さんとこうやり取りをしている最中に、ね、海翔那氏が出てる時、そうです、そうです、オンエアの時に、僕らは外で、リスナーさんの電話をこうさばいてるさばいてるで、で聞き直したりとかする作業があるんですけど、でそのリスナーさんに電話をかけた時に、今出てるの海翔那さんですよね、申し訳ないんですけど僕この人のファンなんで5分後にもう1回かけてきてもらえますかいうことが、ちょっと今俺聞きたいですと、はい、話聞きたいです、海翔那氏の話聞きたいんで、意外と自分が出ることよりもちょっと申し訳ない、メガの相手なんか知らないよと、ファンも多いと、ファンも多い、数字持ってると、数字持ってる、はい、数字持ってると、はい、なるほど、住める人間でも数字は持ってるということが分かりました。いい話ですね。毎週月曜深夜0時から月曜ジャンク中川家の猫伝、さあピョシコン張り切っていきますよ。どこに？いやちょっと海外の方ね、こうパーッと、いやちゃうちゃうちゃう、何に乗って、せやな、やっぱりこう飛行機でビュンと、いやちゃうちゃう違うから、飛行機ってあの飛び出すとき緊張しますね。せやね、そんなこうシートでブルー震えてんね、いやちゃう、そんな話してんの、そんな話、中川家の猫伝を聞いてくださいねっていう場所ですよ、ここは場所、場所、場所、マスオ、いやちゃうからちゃうから、もう君さっきからふざけやがって何も宣伝してへんから、お前だけバカかだよ。月曜深夜ですから、中川家の猫伝出発進行。どこ行くの？ちょっとそこのスーパーまで、もうええわ。もつ煮込みと角煮と焼き鳥盛り合わせはやめて、サラダね。伴奏レイチャで美味しいものも楽しんじゃいましょう。
4時です。バカで大人天国、やかまさるのバカバカ90分。4時になりました。 TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ90分、続いては発表パカパカベストセレクション。はい、今日はここ半年間の総集編でございます。この時間は7位と6位の発表、早速聞いてみよう。第7位は1月11日オンエア、バカ女よりラジオネーム宮川2号さんのこんなお話です。お名前は？あ、宮川2号です。宮川いい響きですね。宮川2号はおいくつですか？あ、43歳です。43歳、宮川2号、何がどうしてどうなりましたか？今から12年前のことなんですけど、長女のお宮参りに、主人と主人の親とうちの両親と揃って、神社にお宮参りに行ったんですね。はいはい、生まれてすぐね。はい、1ヶ月の時なんですけど、で、子供を抱いて、で、神殿の中に通されて、神殿の中で、神主さんに祝詞をあげてもらうんですけれども、で、まず一度座って、で、それからじゃあお父さんとお母さんと、赤ちゃんを連れてこちらにお進みくださいって、神主さんに促されて、神殿の奥の方に入ってったんですけども、はい、行きますね。はい。それで、そこでまた祝詞をあげてもらうんですね。なんかその子供専用みたいな。で、じゃあこちらにって言われた時に、目の前にこう台があったんです。で、そこの台に、私も一瞬変だなと思ったんですけど、まあ、そんなもんなんだろうと思って、抱いてる赤ちゃんを、娘を、その台の上に、まるでえ、ちょっと待って、なんか生贄に言えるYou win! 聞いてみよう。なんか黒魔術のなんかこうでもね、その台の大きさがちょうど子供乗せるのに今ちょっと不安定かなと思ったんですけど、手頃な台で君何を子供捨てに行ったの？ねえ、子供どういうつもりだったわけそれ。祈願をどうして欲しかったのね。祈願を子供になんかまた別の祝詞をあげてく、子供専用のみたいな あげてくれるのかと思って、ただそこは玉串を乗せる台で、主人がそこに玉串を乗せなきゃいけなかったんですけど、主人も、主人も何も知らなかったんで、そういうもんなんだって何か妙になってくれちゃって、ああそう、あなたがそういうことやってることを。そう、神主さんに違いますよとか言ってバカ女ですね。第6位。第6位は2月8日オンエア、美と健康で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム浅草サンバカーニバルさんのこんなお話です。もしもし。もしもし。お名前は？浅草サンバカーニバルです。浅草サンバカーニバル、何歳ですか？30歳です。何がどうしてどうなったんだ？1、2年前なんですけれども、自分の体でこう6つに割れた腹筋とかにちょっと憧れた時期がありまして。なるほどね。で、こうつけてるだけで腹筋が鍛えられるっていう。はいはい。なんて言って、アブトロニック？なんか、そういうこう腹筋鍛える、なんかジェル塗ってベルトみたいなの巻いてっていうやつ、はい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 、よく通販とかディスカウントショップとかで売ってるような、はいはい、あれをちょっと購入した時の話なんですけれども、あれをまあ、こう実際使ってみたんですが、なかなかこう効果が現れなくて、で、こう費用ごとにこう、だんだん、こう、なんて言うんでしょう、強くしていくっていうか、モードをどんどん上げていくって言ったらいいんですかね、ほうほうほう、強い。ほうほうほう。それでもなかなか効果が上がらなかったものですから、こうもつけてる時間を長くするしかないと思いまして、家でだけじゃなくて、自分通勤に片道1時間ぐらいかかるんで、その通勤の時間もこう、なんだ、往復で1日で2時間になるんで、2時間も余分につけるようになればいいだろうってことで、その通勤の時間も服の下につけるようにしてたんです。なるほどね。で、自分、まあその通勤が小田急線なんですけれども、結構小田急線の朝って、結構ラッシュがすごくてですね。あ、混んでるよ。すごい混んでるよ。そうですね。で、その日もなんかこう、乗ったらもう押されるような感じで、はいはい。なんて言ったらいいんでしょう、こう、
釣り革の上のバーって、釣り革がついてる上のバーってありますよ、うん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 、あそこにこう、もう両手で必死に捕まるような状態になっちゃったんですね。はいはい、うん、わかるわかる。乗ってたら、その、自分の、なんて言ったらいいでしょう、こう前に立ってる女の人が、はい、こうチラチラ後ろの方を見るんですね。はあ、はあ、で、まあなんか、よくわからないですけど、まあチラチラ見てるなぐらいで、で、自分急行に乗ってたんで、その次の駅で、はい、その女性が、自分の方をこうきっと睨んで、なるほど。で、そのヒールで自分の足を思いっきり踏んで降りてったんですね。あ、なるほどね。下北沢かなんかで。そうですね。で、なんでこんな人の足踏んで、うん、謝りもしないでこう失礼なやつなんだろうと。しかもメンツ切ってひどいよと。そうですね。うん、ひどいなと思って、うん、で、電車に乗ってて、でもふとよく考えてみたら、うん、その腹筋鍛える機械って、うん、筋肉がこうピクピク動くんですよね。はいはいはい、はい。で、そんで、多分おそらくなんですけど、これは想像なんですけど、はい、多分、前の、女の、はい、人に、はい、こう、なんて言ったらいいですか、前の女の人からすると、こう、激しくこう、腰を、動かせる、怪しい男っていうか、痴漢と勘違いされたみたいで、そこそ、お姉ちゃんに押し付けて、そうですね、微妙な、そうですね、はい。ピット運動で腰を押し付けていたと。そうですね、こう、細かく、激しく、こう、何度も何度も、押し付けてくる、男だと思われたみたいで、ああ、面白いですね。嫌ですよ。なんか、盛んに乗っていた犬みたいな感じになってるわけですよ。触るとかならまだわかるけど、なんでこんなに高速で押し付けてるんだろう、この人。しかも、等間隔で、簡単なく、休むことなく、やめろよそんな、ねえ、すごいなぁ。いや、ちょっと女の人もね、勇気出しますよ。ねえ。以上、6位、あ、7位、6位の発表でした。5位の発表行く前に一曲聴いておきましょう。ウーアーで、ホライズン。でした。今日はバカバカベストセレクション放送中です。まだまだ殿堂入りクラスのバカ話は続きます。続いて参りましょう。5位と4位の発表です。いきなりどうぞ。第5位。第5位は昨年12月21日オンエア、エッチだよ全員集合、バカ大人ボンバイエより、ラジオネームジャムシェドさんのこんなお話です。もしもし。お名前は？あ、ジャムシェドです。は？
ジャムシェド。ジャムシェドさん。ジャムシェド。はい。あ、ジャムシェドさん、おいくつで？あ、私今40です。40歳のジャムシェドさんは、はい、どこの国の方なんですか？パキスタンです。あ、パキスタンからお越しのジャムシェドさん。そうです。40歳。ジャムシェドさんです。はい。はい。で、ジャムシェドさん、何がどうしてどうなったんですか？あのですね。1990年、これから12年前。はい。私の、お腹痛くなっちゃって、入院しましたですよ。入院したんですか？はい。それは日本でですか？そう、日本でです。はい。埼玉県の方にね、はい。入院しまして、はい。私が、レントゲン、はい。レントゲン取りないといけないし、はいはい。あの、ナースが、私に、はい、一緒で、来てください。はい。で、私がレントゲンの方一緒行きまして、はい。レントゲンがもう始まって、それで、ナースが、うん、私のお腹に、うん、塗り、うん、あ、ゼリー。ゼリー塗りますね。ゼリー塗りまして、はい、で、どんどん明日まで手でゼリー塗りましたですよね。手でゼリーをね。はい、ゼリーをね。はい、塗りますね、お腹。塗りまして、はい、私の明日まで、もう塗り、ゼリーしまして、はい、ちょっと、そのでね、ちょっと私が勃起になりましたですよ。勃起になっちゃったですよ。You win! なんだこの話、なんだこの話、なんだこの話になっちゃって、ナースが私に足避けてくださいって言われたから、はいはい、今先生足じゃないから私前の起きちゃってボキになっちゃったですよ、足じゃないですよ、はいはいはい、それでナースが、どうしてボキになっちゃって、私のね、宗教で、はい、宗教で、下の毛、はい、スルスルしたですよ。あ、毛を剃っていけないの、宗教で、ね、そう、宗教でね、はいはい、毛は剃れないといけないし、スルスルだったんですよ。剃ってるんだ。はい、剃ってる、2週間1回ですね。はい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 。スルスルしますから、うんうん、それで、ナースは毛出ないまで手になっちゃったから、はあはあ、でそれが私の前のところね、剃れちゃって。あ、触っちゃったんだ。そう、触っちゃったですよ。そっか、毛の生え際まで塗るっていうふうに、なんか、ナースの競争金が書いてあるから。そうですよ、はい。まさか、ツルツル組んだとは思わないから。吹き出しちゃって、私もね、恥ずかしかったですよ。いや、恥ずかしいね。それでね、1日、2日、3日、5日までずっと同じレンタルゲーム取りまして、うん、もう毎日大きくなりましたですよ。ですよ。今もね、病院に私たまに行きますと、古いのナース僕の顔を見ると、もう笑なります。第4位。第4位は7月18日オンエア。冷たいもので大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネームボイラーマンさんのこんなお話です。もしもし。お名前は？ボイラーマンです。ボイラーマン、面白そうだ、単純に。何歳ですか？42です。はい、何がどうしてどうなった？ですね、うん、友人がですね、うん、ある大学の考古学の先生と知り合いなんですが、うん、で、その先生がよくホームパーティーを催して、月に1回ぐらいやってるんで、うんうん、お前も来ないかって誘われたんですよ。なるほど、いいじゃないですかね。で、まあ、伺ったらやっぱ、考古学の先生だけあって、うん、いろいろ考古学関係の発掘物が、いろいろ置いてある家で、おあ、面白いところだなと思ってたんですね。なるほどね。で、まあ、中で飲んでたんですが、うんうん、夜だったんですよ。うんうん、で、その先生、料理が得意で、いろいろなものを、ちょっと変わったものを作って、うん、お客さんにもてなすのが好きらしくて、うんうん、その日はなんか外に特製の釜をしつらえて、うん、燻製を作ってらしたんですよ。ほう、で、中で飲んでたんですけど、うんうん、あ、ちょっと外で巻きくべてきてくんないかなって頼まれたんですよ、うんうん、で、はい、わかりましたって言って、うん、外に出てったんです、うんうん、で、まあ寒かったんで、うん、まあ早く終わりにしたいなと思いながら、うんうん、まあ、釜を覗きまして、うん、こう薪をくべていたんですね、うんうん、で、その中でなんかちょっと冷たい手触りのものがあったんですけれども、うん、僕はちょっと火のこう感じにこう気を取られていたので、うん、あまりこう深く考えずに、うん、その冷たい物体もくべてしまったんですよ、はあはあ、で、くべる瞬間なんか嫌な予感はあったんですが、う
えいやって感じでこう勢いつけてやっちゃいまして、うん、で当然この釜の中に入れた時に、うん、炎で明るくなって入れたものが見えたんですが、うん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 、埴輪だったんですよ。考古学の教授のお家にあった埴輪、中入って言いましたところが、なんか最近発掘して洗って干しといたやつだったらしいんですけど、言われて、あーじゃー最近発掘して洗って干してあったもの、はい、埴輪、はい、学校の先生だったんですけど、さすがに顔が真っ青に引けた、それを燃やしてしまった、はい、まずいっしょ、まずかったですね、まあ、腹渡りにゆっくり返ってるよね、そうですね、それは俺のことに行かなかったと思ってんだみたいなことだし、釜の中を覗きっぱなしで、あー取り出せないんだ取り出せないんだもう最後まで見届けてやることぐらいしかできないんだもう面白いなあ、ハニワだったか、俺これ何だったかって忘れちゃいましたよ。そしてジャムシェドさんくだらない話でこんな低レベルな話でキャラだけで3万円持ってっちゃったっていう、ボキになっちゃったんですよ、ボキになっちゃったんですよって言っただけで3万円、これ安上がりですよ、この人にとっては。病院行ってチンポ固くしただけで3万円もらってんだもん、すごいな。でも宗教で20回に一度毛を剃らなきゃいけない宗教があるっていうのはね、ちょっとこうまあ、そうなんだっていうふうには思いましたけれども、うん、これは僕は遅刻の日でも結構ね、ブルーハーツな帰り道、まあ、複数形である必要ないんですけど、車でテープを聞いてこのパキスタン人に元気づけられてそういう思い出がありますよ。なんかいや別にどうでもみたいなね、なんか本当に自分が願いを込めた番組のコンセプト通りに自分が励まされてるっていう、まあ、とってもいいような感じでしたよ。以上5位と4位の発表でした。サタデー大人天国、宮川雅のパカパカ90分。 TBS ラジオ主催新田雅弘コンサート、津軽三味線の未来へ超新星誕生。三味線界に彗星のごとく現れた若き天才プレイヤー新田雅弘、甘いマスクと驚異のテクニックで今津軽三味線界の注目を一身に集めています。正統派はもちろん、ジャズ、ポップス、オリジナルまで、その才能はとどまるところを知りません。未来輝く19歳の天才メロディーメーカーが送る次世代ヒーリング三味線にご期待ください。チケットに関する詳しいお問い合わせは、03-3226-9999、ミンゴンチケットセンターまで。TBS ラジオ954がお届けするプロ野球中継、ザ・ベースボール。全国各球場の試合経過もとことん詳しくお伝えします。 THE BASEBALL はヤマト運輸、電気事業連合会、競輪他各社の提供でお送りします。サタデー大人天国、宮川雅のパカパカ90分、ここで TBS ラジオ交通情報です。首都高速では6号線の下り箱崎ロータリーで現在も事故処理が続いています。内回りの塩留から30分、外回り三宅坂からは40分かかります。7号線上りの一之江の事故処理は終わりました。今度は4号線上りで事故です。赤坂トンネルの少し手前で乗用車2台の事故があり、右側を塞いでいます。余韻から10分、まだ渋滞伸びそうです。4号上り赤坂トンネル手前も事故です。環状線に向け5号線は五湖筋から30分かかります。京葉道路上り貝塚トンネルの事故処理は終わりました。東関道の下り湾岸奈良市ので事故があり1キロです。都内は日光街道の下り千住宮本町で5キロ40分かかります。交通情報でした。
ティ20セカンドサマー2003横浜スインギングジェネレーション8月16、17日横浜みなとみらい21、21ライブで開催。5月23日まで先行郵便振り替え受付中。詳しくは 0570-00-9966 ジ・アルフィージム局まで。今週は看護週間です。看護の心をみんなの心に。パラマウントベッドは看護週間を応援します。TBS ラジオ主催藤原道山宮崎美恵子イーストカレントライブ5月28日水曜日東京文化会館小ホールで開催。チケットは全席指定4500円でただいま好評発売中。お問い合わせは 03-3201-8116 東京音響まで。954ベースボールエンジェルズの根本晴美です。日本のプロ野球を元気にしちゃうキャンペーン実施中。はい、TBS ラジオがお送りしている宮川勝のパカパカ90分は毎週土曜日午後3時半から5時までの放送。続いてはベスト3の発表なんですが、その発表の前に発表パカパカベストセレクション今回のスポットライト。皆さんの投票結果でベスト10を決めているパカパカベストセレクション。しかし惜しくもランクインしなかった話の中にもたくさん、お宝級のバカっ話があるわけです。その中からこれはというのをスタッフが3つピックアップしてお送りするボツネタ供養のコーナー。リクエストの票数プラススタッフによる厳しい審査により選考。票数は少なくてもあの話をぜひというような、強い熱望のお便りがある、場合はこういうのが選ばれる。いやあのね、今ちょっとカリスマでどれが選ばれてるのって話を聞いたら、これはもう全部ね、順位に入ってない方がおかしいくらいだねっていうものです。早速参りましょう。今回のスポットライト一気に行ってみよう。パカパカベストセレクション今回のスポットライト。まずは2月15日オンエア、〇〇室で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム G メン75さんのこんなお話です。もしもし。もしもし。お名前は？私ですか。ええ。G メン75。何歳ですか？47歳です。47歳って言ったらもう大の大人ですよ。そうです。こんなバカな番組を聞いてる場合じゃないですけど。何がどうしてどうなった？そうですね。私ね、まあ、かいつまんで言いますと、死体安置室で失敗しちゃったんですよ。死体安置室で失敗してしまった。あんまり大声じゃ言えないんですけど。言えないですね、これね。あのね、私ね、若い頃、ポリスマン、警察官だったんですよ。なるほど。そんでね、夜、新米警官だったから、夜、電話当番とかそういうのがあるんで、警察署に夜遅くまでいるんですよね。そんな時に、死体安置室に電気がついてんで、消してこうって言われたんですよ。消してこいと。消してこいって。はい、で、私もまあ、消しに行ったんですね。行きますよね。そんで、まあ、電気消しますよね。うん、昔、警察官ね、肩から腰のあたりに紐がぶら下がってるんですよ。ぶら下がってましたね。今はないんですか？今はないですね。ぶら下がってましたね。そんで、ちょっと安置室から、安置室ってもっと狭いんですよ、前が。そんで、そこ出ようと思った時に、何らかの吐き気かなんかわかんないんですけども、棺桶に引っかかってですね、棺桶から寛大からドラーンと落っこったんですよね。わかんない。ちょっと待って。はい。でもこぼしちゃったの？で、どうしたの？いいですか？こぼしちゃったの？私ね、いいですか、続けて、お化けが出たと思ったんですよ。バカ。幽霊かお化け、どっちか。なん違いは分かんないよ。へなへなへな。違いはなんだよ、バカ。バカなんですよ、私。へなへなへなって、そこに腰抜かしちゃったんですね。へにゃへにゃとなって。腰抜かしちゃったんですよ。腰抜かしちゃったんだ。そんで、もう、血が抜ける思いしたんですね。血がね、抜けちゃうような思いだ。ああ、なるほどね。いいわ、血が抜ける思い。
遊んで怒った時にわーっとね、それどうやって戻したの？私一人じゃいるんだってプライドがありますよ。警察官お前どこにあるんだよ。プライドがありますよ。プライドがありますよって何口止まらせてんだ俺に。すいませんバカかよ。プライドがありますよ。これ、ね、何のプライド？ちょっと聞くけど、プライドっていうのは結局警察官たるものは、うん、国民の生命身体財産の保護に当たんなきゃ。あ、ちょっとかっこいい、ちょっとかっこいいじゃん、ちょっとかっこいいじゃん。それが腰抜かしってみたらもう今後威厳がなくなっちゃう。なるほど。なるほどね。だけど完全に君一人の論理だよね。そうか。はたからは何の関係もない。いいから戻しとけってだけの話で。で戻したんだ。うん、そんで上司にも仲間にもね、うん、一切これはね言わないんです。言わないんだ。この話は墓まで持っていくぞっていうことね。ええ、宮川さんだけに。ここだけの話ですよ。言わないでね。言わない。バカすぎ。でもね、本にしちゃうぞ。本にしていいね。いいですけども誰も言わないでね。本当に怖かったんだから。読まれるのはいいんだ。読まれるのはいいの。いや読んでもいいから言わないで。誰にも言わないで。誰も言わないで。これ誰にも内緒にするんですよ。誰にも内緒にしてることなんだ。ここだけの話なの。ここだけの話なの。嫁はんにも言ってないの。言ってない。でも、みっともないじゃないですか。なぜなら警察官としての。そう、プライドが。パカパカベストセレクション、今回のスポットライト。続いては、昨年12月14日オンエア、隠して隠れて大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム一休さんのこんなお話です。もしもし。お名前は一休さんです。一休さん。はい。何歳？39です。お仕事何よ？お坊さんです。あ、お坊さんですか？はいはい。本物？本物です。何がどうしてどうなりました？もう13、4年前の話なんですけど、はい。お坊さんになるのに、大学に行って、修行に行って、帰ってきて、家の、仕事をしたんですね、お坊さんとしての、はい、ある日、お通夜ができて、うちの、親父が、お前お通夜に行けと、分かりました。何回か行ってたんですけど、もう1年か2年の間にね、はあはあ、これで今日のお通夜は、親戚の人しか来ないらしいから、人数少ないぞって言うんですよ。はあはあ、で、そう自宅じゃなくて、斎場だったんですね。はあはあ、葬儀屋さんの斎場だったんですね、ええ。葬儀屋さんのそこに行きまして、ええ、ちょっと見たところ、本当にもう10人、20人の、少ない、お客さん少ないお通夜だったんですね。はあはあ、もう親戚だけっていうような。で、お経を始まるときに、ちょっと前に、葬儀屋さんが、住職、今日このピンマイク使ってくださいって言うんですよ。はあはあ、ピンマイクを胸元につけまして、うん、普段は大きい、普通の、マイク、はい、のど自慢で使ってるような、はい、ああいうマイクなんですけど、今日ちょっと調子悪いんで、このピンマイクを新しくしたんで、うん、ちょっと使ってみてください。ああ、なるほどね。で、お経が始まる直前に、スイッチ入れてくださいって。うん、で、ここで、挨拶して始まる前に皆さんに、うん、で、座りまして、うん、それでスイッチ入れて、うん、無事お経を読み終わって、うんうん、で、ここで終わらさせていただきますと言って、うん、そのまま、部屋の控え室に戻ろうというと戻りました、うんうん、戻る途中に、うん、ああ今日はお通夜みたいだったなって言ったんですよ。そしてあお通夜だって言ってポップッと笑ったのに、一人でボケて、一人で突っ込んで、一人ちょっと笑って、あと葬儀屋さんが住職住職はい。お前バカすぎるね。バカすぎるね。言ってる内容も内容だよね。もうなんか救いようがないっていうか、なんかもう何のなんかこうなんていうの、なんか何もできないよ、そんなバカなことを言われたら。そうなんですよ。で怒られちゃって。うん、
なんだと思ってるんだよ、なんだと思ってるんですかって言われちゃって、言われるよ。この職業はもう一度頭を丸めて出直しますっていうのが言えないんですよ。丸めちゃってるもんですから。そしてパカパカベストセレクション今回のスポットライト、最後は1月25日オンエア、先生と呼ばれる人なのに大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネーム入れ歯番さんのこんなお話です。あ、もしもし。お名前は？入れ歯マンです。入れ歯マン先生。はい、入れ歯マン先生おいくつですか？33です。33。はい。何の先生なんですか？ですね、歯科技講師なんですけれども。歯科技講師も多いんだよね、はい、ラジオ聞いてる人ね。そうですね。何がどうしてどうなった？今から11年前のことなんですけれども、うん、あの駅ビルの歯科医院でですね、うん、その歯科技講師として働いてた時なんですけれども、うんうん、ちょうどその日はですね、先生が、うん、本当のドクターの先生がですね、うん、あの休診日だったんで、うん、病院自体は休みだったんですけれども、うんうん、裏口からですね、うん、すいませんっていう声がしたんですよ、うんうん、あれおかしいなと思って出て行きましたら、うん、60歳ぐらいのおばさんがいまして、うん、あの入れ歯が割れたんで、うん、ちょっと先生直してほしいって言われたんですよ、うん、まあ作る側、自分作る側なんで、うん、まあ得意分野だったんで、まあいいですよって心よく引き受けたらですね、うん、まあ20分ぐらいで直してあげたんですけれども、うんうん、そしたらまあちょっと少ないですけどみたいな感じでお礼をくれたんですよ。はあはあ、これはラッキーなんて思いながら、うん、あのそのおばさんを見送ってですね、うん、袋を開けたら1万円入ってたんですよ。おわあ、すごいリッチなおばさんだななんて思いながらですね、うん、まあ、ちょうどお昼も過ぎていたんで、うん、まあ、お腹が空いたからっつって駅ビルだったんで、ちょうど地下の食料品売り場にですね、うん、弁当を買いに行って、うん、まあ欲しかった CD をですね、うん、3階に上がって2枚買ったんですよ。ああ、まあ先生も音楽ぐらいは聞きますね、やっぱりね。仕事しながら聞こうと思ってですね、うん、買って戻っその職場に戻ったらですね、うん、先ほどのおばさんがいまして、うん、あ、どうしたんですか、もう割れちゃったんですかみたいな感じで聞いたらですね、ええ、入れちゃった額を間違えたって言うんですよ。はあ、はあ、なんて思いながら、はあ、まあそのおばさんが自分の袋を見てですね、ええ、もう使っちゃったのみたいな感じで言われまして。いやまあ使いましたみたいな感じでしょうがないから白状したんですよ。はいはいはい。でそのおばさんもなんか使う用事があったみたいで、まあいくらに間違えちゃったんですかみたいな聞いたら1000円だって言うんですよ。そりゃそうだよね。はい、差額の9000円どうにかしようかと思いまして、うん、しょうがないからあの金歯とかを作る地金ありますよね、はいはい、あれをですねもう内緒にですね、ちょっとくすねて近くの質屋さんにも置いてくれて、あの質屋さんの店長さんがですね、あのこういうのちょっと困るんだよねなんて言われてて、いやでも地金、純金なんでどうにかお金にしてくださいとですね、なんとかあの7000円になったんですよ。でもまだ500円足りないんで、さっきのお釣りが1500円だったんで500円足りないんですよ。これはちょっとどうにか泣いてもらいました。面白いな。面白いっすね、これやっぱ面白いな。こういうの困るんだよね。いやね、いやの人に怒られて、いやなんとかお願いします、純金なんで純金なんで CD 何買ったのとか言ったら、何だっけ、アリスト、いやボイミスガールだ、ボイミスガールかけた時だ、なんでここで会っちゃったんだ俺たち、CD 何買ったんだっけって言ったら、あー面白かったな。こうして3人並べるとすっごい面白いですよ。最初の地面75のプライド警官はキャラクターガチですよね。正義感がある精神的にずぶとい人なのか繊細なのかよくわかんないし、仕事を全うしてる人なのかただのなんかバカでドジな人なのかもよくわかんないしね。え、以上バカバカベストセレクション今回のスポットライトでした。
パパに言葉弁護士宮川雅人のパパパパ90分。一匹の野良犬が学校にやってきた。4800人の青春と共に生きた幸せな犬の物語。 TBS ラジオ特別試写会さよなら黒。監督松岡ジョージ、出演妻夫木聡、伊藤歩、新井博文、金井雄太ほか。5月28日水曜日午後6時半から飯野ホールで開催。抽選で300組600名様をご招待します。当日は舞台挨拶もあります。ご応募はハガキで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオさよなら黒特別試写会の係まで。ラジオであなたを変えちゃう宣言。仕事は営業なんですよ。得意先との話題探しにはいつも苦労してたんですよね。でも森本さんのスタンバイ聞くようになって本当に助かってるんですよね。新社会人にも本当おすすめします。 Listen 954。宮川雅人のアナイレーティングリズム、パカパカ90分。 TBS ラジオがお送りしている宮川雅人のパカパカ90分、続いては発表、パカパカベストセレクションベスト3。さあ、いよいよベスト3の発表です。ここ半年間のベストセレクション、一体どういうベスト3ラインナップになっているんでしょうか。実は過去のベストセレクションの中で男性がグランプリに輝いたことはないと。あ、そうなんですか。全部女の人が持ってってると。なるほどね。4回とも。今回は一体どんな話がベスト3にランクインしているんでしょうか。それでは早速3位に続けていってみよう。それではベスト3の発表です。まずは第3位。第3位は1月11日オンエア、バカ女よりラジオネーム私が名車さんのこんなお話です。もしもし。お名前は。あ、私が名車です。おいくつですか。はい、26です。26歳。はい。何がどうしてどうなった。はい、高校生の時の話なんですけれども、友達の家に泊まりがけで遊びに行く約束をしてまして、すごく楽しみにしてたんですよ。でも当日になったらちょっと風邪をひいて体調が悪かったんですね。でもどうしても行きたかったんで、我慢してその遊びに行っちゃったんですよ。でいろいろごちそうになったり、おしゃべりしたりして、すごく楽しかったんですけど、そろそろ寝ようかっていうぐらいになったら、あ、これ私熱あるんじゃないかなっていう感じにこうなってきたんですよね。あ、なるほど。ぼーっとして。ええー。うん。たら案の定夜中の3時ぐらいに、汗びっしょりかいて目が覚めまして。ああ、もう風邪だ。ええー。で、頭もこうガンガンしてるしで、ちょっとかなりこうやばい状態になっちゃってたんですよ。でも友達隣に寝てるんですけど、起こすのもちょっと迷惑かけるし、どうしようかなって考えてたら、夕飯のお手伝いをした時に、冷蔵庫の中に冷凍の枕ってありますよね。あれが入ってるのを見たのを思い出したんですよ。なるほど。なんであれを借りようと思いまして、そーっと部屋を出て、誰も起こさないように、電気もつけないで、台所まで行ったんですよね。なるほどね。で、無事に、冷凍枕を取ってくることができまして、で、こう、頭の下に引いたら、すごく冷たくて気持ちよかったんですよ。で、そのまま私また寝ちゃったんですよね。ただ翌朝、友達のギャーっていう声で目が覚めまして、そしたら友達が私に向かって、脳みそ出てるって言うんですよ。脳みそ出てる。で、私わけわかんなくて、ただその声にその彼女の両親がどうしたって言って部屋入ってきて、でもやっぱり私見るなりうわっって言うんですよね。でさすがに何だろうと思ってこう起き上がろうとしたら、手になんかこうぬるぬるしたものが触ったんですよ。で、ふって見てみたら、解凍されたイカが、5杯、枕元に、散乱してまして。氷のじゃなかったんだ。ええー、私が昨日、冷凍枕だと思って、持ってきてたのは、イカ柄の、
5杯こうくっついて冷凍されてたもの。冷凍されてたイカだったんだ。イカだったんです。で寝てる間にあなたの熱で溶けて、溶けて、であのもみそが出てると思う。なんでかなんかぐにゃぐにゃになったタコの足だとか。いやだからもうそれ私がこう寝返り打ったんだか、うん、なんだかもうそのイカ水っていうか肝水っていうか、うん、なんかもうそれがベロベロにこう出ちゃっててえらいことになってたんですよね。面白いよ。で結局あの私本当に9度近く熱があったんで、そのままあのお父さんおじさんがその車に乗せて病院まで連れてってくれたんですけど、私はそのイカ臭くなってるし、でおじさんもあの頭はシートにつけないでねって言って、そのままこうすごく姿勢のいいまま病院まで行きまして。続いて第2位は2月22日オンエア、病院で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネームエンジンザボーガーさんのこんなお話です。エンジンザボーガーです。エンジンザボーガー何歳ですか？39歳です。何がどうしてどうなった？私があの高校生の頃にですね、大学病院に10日ほど検査入院したんですね。おで、ある日あの心電図を測ることになって、まあ、検査用の部屋に呼ばれてですね、計測器を体につけられてベッドの上にこう横になっていたんです。で、その部屋っていうのが、こう6畳ぐらいの部屋にですね、2台のこうベッドが置いてあって、で間はその布製のこうパーテーションでもってお互いが見えないように仕切られていたんですけども、で私がこう心電図を測っているとですね、隣のベッドから若い女の人と、それから看護婦さんの話し声がまあ聞こえてきたんです。で、そのうちあの会話のに混じってですね、こうザリザリとか、こうショリショリショリっていうような音が、あの混ざってるのにこう気が付いたんですね。ああ、その隣のついたての向こうから、音が。で、なんだろうなと思ってたんですけども、こうふと天井を見上げると、あの天井のこう真ん中にあの電灯のカバーがありまして、でそのカバーのところにですね、パーテーションのこう向こうの様子がこうおぼろげながら映っているんですよ。反射して、ほうほう。で、なんとなくですね、こう、女の人のこう、M 字に開いてですね、下半身の間にこう看護婦さんが覆いかぶさっているようなこう姿が見えまして。なるほど。でどうやら結局あのザリザリって音はですね、女の人が、まあ、次の日こう手術かなんかでもって、あの下半身の毛をこう剃ってた音だったらしいですね。なるほど。でまあ私の方はそのこうあ結局横に真横にですね、まあ、下半身裸の毛をさらえてる女の人がいるんだってことにこうパッと気がついた途端にですね、こう心拍数がこうバクバクバクっと上がりましてですね。なるほどなるほど。でところがあの私あの心電図測ってたじゃないですか。でそしたら間もなくですね。バカすぎる。それはよくできたコントですね。で間もなくあの部屋にですね、あの入ってきたナースがですね、こう計測器を見た途端にパッとこう顔がこわばりましてですね、こう先生すぐ来てくださいみたいな感じで。You will! で、どうしたんだどうしたんだこれは何があったんだ。そうです、ね、理由がわからない。理由がわからないんです、先生。どうしたんだこれは。そうなんですけど、まあ、あの私はあのちょっとあの隣の様子がうんぬんという話をするわけにはいかなかったんで、あのいや、ちょっとなんか具合がみたいなことを言ってですね。これで、まあ、大騒ぎになっちゃったんですよ。で、まあ、なんかどうしてなんだかこうよくわかんないって大騒ぎしてる中でですね、まあ、とりあえずこう大量の薬、別に検査入院だってどこも、まあ、悪いことこ基本的にないんですけど、あの大量の薬を処方されましてですね、ここに飲みなさいと。大量の薬を処方されて、これを飲みなさいと言われて、そんな薬をバーンと出されても、いや実はって言えないんだ。男の可愛らしいところですよね。どうなんだろうな、プライドなのか隣にいるから言えないのか。
興奮したことが恥ずかしい男のプライドなのかなんだか分かりませんけれども、そして脳みそ出てる何シートに頭つけないでね優しいおじさんなのか、もう怒ってるだけの、もういやいや運んでるおじさんなのに性格悪い人なのかもう分かんないですね。これどっちにもね、感情移入できるというか、どっちの言い分も立場も気持ちも分かるだけにものすごい面白いものでしたよね。さあ、3位と2位ととても強烈でした。これに勝ってるグランプリって一体どういう話なんでしょうか。いよいよグランプリの発表いってみよう。それでは第5回永久保存版パカパカ90分ベストセレクション栄光のグランプリを発表いたします。グランプリは2月22日オンエア、病院で大失敗しちゃったバカ大人より、ラジオネームおっぱい星人さんのこちらのお話が選ばれました。お名前は？あ、おっぱい星人です。何歳ですか？32です。32歳。レーティングスペシャルは早口でスタスタ喋ることが、義務付けられています。じゃあ早めに、はい、どうぞ。私自身9年目の外科医なんですけれども、あ、とにかく、うん、外科医です、はい、で普通はお腹もやるんですが、乳がんも一部やるんですね。なるほどね。で、まあ、まずそれ以前に、うん、もうとにかく女の人の大きなおっぱいが大好きなんですよもうとにかく大好きなんです。あ、そうですか。はい、それで、まあ、仕事柄本当に忙しいので全然時間もないんで遊びに行く暇もないということで、うん、彼女もいなかったんですね、はあ、でもう、ある時もこれはたまらんということで、うん、とにかくそういうおっぱいの異常に大きい人ばっかりが集まった風俗のお店に行ったんですね。まあ知ってる人が知ってるとかと思うんですけども。あ、そうなんだ。でまあそこに行って、うん、まあとにかく幸せな時間を過ごしてたんですね、うんうんうん、でも埋もれてですね、うん、もう顔とか挟んでもらっちゃったりなんかしてもうハラハラな状態だったんですけども、うはうはって、うはうはって、ところが突然職業意識がよみがえりましてですね、うんうん、その人なんかちょっとしこりみたいのが胸にあったんですね。で顔をうずめてうはうはながらも、うん、全裸のままちょっと、うん、これ調べた方がいいかもしれないなってこっちの素性も明かしてですね、一応私外来やってるんですけども外来を紹介して来てもらったんですね。あ、なるほど。それでこいついいやつなのか悪いやつなのか仕事熱心なのか不真面目なのかすごい分かりづらいけど、で結果まあ良性だったんですけれども、うんうん、帰り際にその外来で彼女がですね、うんうん、どうもお世話になりましたって、うん、寄せばいいのにまた先生も隣に来てねなんて言っちゃったんで周りの看護師さんにバレバレになってしまいましてですね、これ隣の看護師さんはどう思ったんでしょうね。行ってるんだそんなとこって思ったのか、こうあちゃんと患者さんなんか商売熱心だ営業活動してるんじゃんっていうことなのか、どうなんで。でもなその看護師さんは絶対その人に見てもらいたくないよね女として見られてるって思う。うわうわこれもうわうわなんですか先生みたいなうはうはな父じゃなくてごめんなさいみたいなこと言わなきゃいけないのかっていうことになっちゃうからね。それ以前におっぱいが大好きなんですよそれ以前ってなんだよ外科医である以前に男として人間としてっていうことなんですよね。面白かったな。それ以前におっぱい大好きなんですよ病院で大失敗は2位と10位にエントリー、レーティングで1位を取った。まあね、医者とか、警官坊さんみたいな人の不謹慎な失敗談はやっぱり面白いですね。なるほど、男がベストセレクション史上初のグランプリに輝いたということみたいですよ。いかがだったでしょうか。お送りしてきた第5回パカパカ90分ベストセレクション、それじゃあまあせっかくですから作家のメガ君と千葉君にリスナーへのお願いなんぞ聞いておきましょうかね。迷惑してるのはどんなことですかね。迷惑してるのはですね、割とこう虐げられるキャラじゃないですか僕。あ、はいはいはい。で、キャラじゃない。違うんです。キャラっていうとな、
キャラっていうとね、なんか演じてるみたいな。はい。で、がそうなんだよ。人柄で、まあ、僕は虐げられてるじゃないですかっていう言い出しで始めてくれる。はい、僕は虐げられてるじゃないですか。はい。で、リスナーの方に電話をしますよね。はい。その時に、あ、メガかよみたいな。お前に仕込まれたくないよみたいなのはやめてほしいなと、そういうのを露骨に感じる。なるほどね。千葉くんは何かありますか、この機会にリスナーにお願いしておきたいこと。逆に僕はその恩恵に預かってますから。お、どういうこと。そのメガじゃなくて、あ、千葉でよかったんです。お前なら安心だみたいな。あ、なるほど。あ、そうなんだ。いや、これね、あのテープ中も CM 中もこのね、メガ君と千葉君に話を聞いてたんだけど、面白いんだよな。コミュニティが生まれてるんだよね、はい、その出てる人たちの間に。そんでそれを本当お前勝てよ頑張れよっつって応援しているセコンドの君たちっていうのが、まあドラマと友情を築き上げている様をね、今日はこう CM 中に聞いたのが俺はとっても面白かったよ。なるほどな。本当にセコンドのような気分なんだね。頼むぞお前。ということで、まあ電話受けはこの人たちがやってますので、ぜひともですね、メガが出たからといってメガかよと言わずに名乗ってなくても、あなたメガですか、そういう確認しないで、ぜひともですね、番組に出ることを、目指してバカエピソードをこれからも生み出してください。さて、ここで番組特製クオカードの当選者の発表です。当選者は高崎市の前田裕樹さん、埼玉市の横田美香さん、八王子市の栗原正人さん、船橋市の添田明子さん、川崎市の東和俊さん。当たりました、おめでとうさんでした。他5名様は商品の発送を発送を持って返させていただきたい、そういうふうに思います。ちなみに来週は通常通りの放送、テーマは〇〇町なのに大失敗。〇〇町の町は長いという字ですね。例えば社長、部長、村長、生徒会長、給食委員長、委員長先生、宴会部長、編集長などなど、肩書きに長がつく人の失敗談を大募集です。昔社長だった時みたいに昔の肩書きでも OK、 部長は良くても専務はダメ。宛先郵便番号 178066 TBS ラジオ宮川勝のパカパカ90分。 E メールアドレスはパカパカアットマークベスト .tbs.co.jp、 パカパカアットマークベスト .tbs.co.jp。 電話ファックスは当日午後3時から、電話番号東京03-3582-1111、03-3582-1111、ファックスは03-5562-0954、03-5562-0954まで、どしどしお寄せください。それではまた来週です。さよなら。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は通話料がとってもお得、今話題の電話 BB フォンのお申し込みをお受けしております。今利用者が200万人と急増中の BB フォン、日本全国どこへかけても通話料は一律3分 7.5 円、またアメリカ本土への国際電話でも1分 2.5 円ととっても経済的。しかも BB フォン加入者同士だと通話料がなんと無料。今の電話機に専用モデムをつなぐだけで電話番号を変更する必要もありません。普段よく電話を使う方、遠距離電話や国際電話を利用する機会の多い方ほど通話料を節約できるお得な BB フォン。お申し込みお問い合わせの番号は携帯電話や PHS からもおかけいただけるフリーダイヤル 0120-234-954、 フリーダイヤル 0120-234-954 番です。TBS ラジオショッピング、お電話お待ちしております。